ピースフェアが開かれているのは千葉市の複合施設キボールです。千葉市は太平洋戦争末期に2度の大空襲を受け、およそ1600人の死傷者を出しました。会場には千葉空襲などの戦争体験を伝えるさまざまな資料が紹介されているほか、鉄の造形作家武田義藤さんの戦争にまつわる作品が展示されています。また期間中、さまざまなステージイベントも開かれていて、今日は千葉空襲で犠牲になった人の名前の読み上げや戦争の体験談などが発表されました。この催しは明日まで開かれています。